バー Day 3。今日からバナナファームスタート。やっとオーストラリアでまたお仕事が再開できるようになりました。お仕事を始める前の説明会インダクションに行きました。そして準備体操があるというので行ってみると、いや、めちゃくちゃ本格的な筋トレなんかい。同じ日本人からはラジオ体操だよって聞いてたんですけど、あのちゃんと筋トレでした。すごいちゃんとしたファームなので本当に歴代でトップの書類の数でした。そしてその後はインダクションのビデオを見ようということで見てるんですけれども、あの 9.99999999 割り分からない、たたたたたたたい、あの腕に支障が出た時にバナナの幹を支えにしろということだけはあの分かりました。あれでもちょっと待って、なんそれ。でもこれからバナナファーム楽しみです。7ヶ月ファームで見たことない売店みたいなのもありました。今までご飯も便所も好きにしろスタイルだったから、これには驚き。学食みたいにメニューもちゃんとありました。そしてインダクションが終わってからいかついおばちゃんに、なんか変なとこに連れて行かれて、英語わかんないからどこに連れて行かれるかわかんないけど、車乗る側に乗ったらなんかあの長靴買えということでお店に入りました。マジでこのおばちゃん全然笑わないくらい怖すぎて、あの長靴のサイズいくらって言われて、これって言って、あの大きすぎたんだけど大きいって言えませんでした、ピッキン。そして全然違うファームに連れてこさされました。バナナが見える、また書類を書かされました。電波もなくて英語もわからなければ携帯を頼れないし、適当に書きました。見てくださいこの英語の量。センター試験よりもむずいで。センター試験受けてないけど。ずこー。そしてお手洗いにあったお手洗いこうやって使ってくださいのポスターなんだけど、ちょっと見てもらいたい。これね、確かに飛び散るからね、男性の方はちょっと気をつけていただきたい。あー、確かに便座が汚いかもしれないって、この座り方はちょっとダメだよね。あ、これは居酒屋じゃないから気分悪くなった人のために許してほしい。釣り？トイレで釣り？世の中にここに魚がおるかもしれんって希望持ってる人がいるってこと？まあ次見てみようか。いや、おるか。右足上げておしっこするやつおるか。お水の人間？どこまでが本気かわかりません。工場の雰囲気はこんな感じです。バナナをパッキングしてますな。そしてここのファームの人たちが、FBI 捜査官っていうくらいちょっと厳しくて、みんなこのメガネしてて英語バナナしか聞き取れないからなんか厳しいやつらがミニオンに見えてきてちょっと笑えてた。そしてシェアメイトとは違う遠いファームに配属されて、ちょっとシェアメイトに迎えに来てもらうことになって迷惑かけたけど、明日からは自転車を買う予定なので、しっかり自分で生きていけるように頑張ります。また明日。